ップルはちょっと見たことないな。角刈りパインっていう私のキャラクターがいて、それでパイナップル。パイナップルどれ？なくない？こっち、あ、これです。あ、本当だ。確かに。パイン、パインだけになっちゃった。パインと何？パインとサングラス。サングラス？で、角刈りパインさんです。サングラスってどこ？あるんかな？サングラスないかも。あるあるある。サングラスはあるよ。ありますっけ？メガネ？あれサングラスないっけ？なんかえ？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 あったっけ？あったか？あ、これだ。あ、メガネあった。それだ。な、じゃあ私も絵文字だけにしよう。そうよ。カエルとリンゴと星。そうし。で、さっきさ。あ、星があるんだね。うん。こんばんは。こんばんは。何そんな笑顔な？何その笑顔は何？ラーメンか。作らないで作らないで笑顔を。作ってないですよ。いつも笑顔じゃないですか私は。確かにね。笑顔笑顔ですね。変なとこで笑っちゃう。そう。今日も笑っちゃった。ちょっとあのポストしよう。スマホ取ってきます。お。配信中って。スマホ。どうも初めてサイカリンさんのルームにお邪魔する私。確かに私のお菓子。お、私もじゃあ出そう。私のお菓子はラムネと、ラムネと、あ、待ってこれもある。いっぱいあった。私はなんかいっぱいいっぱいあります。なんかお菓子紹介みたいになってる。欲しいもん、ね、これはお揃い。お揃い。欲しいもハマってるんよね。いや本当にハマって、これ東京来て2袋目。今日もくれました。そう、たかりんさんがちょっと。違う、私は今日は魂失ってたから。違う違うよ、ご飯を食べずになんか食べない方が集中できるっていうのをちょっと聞いて、うん、じゃあ私も食べずに今日はやってみようって思って朝何も食べずに行ったらちょっと魂が抜けちゃったんですよ、ね、抜けてます。だから人それぞれですからね。それぞれ。パイン、サングラスと絶対分からないですよそれ。うん、分かるの人だったら分かるかな。わ、私もツイートできたらよかったのに。そっか、携帯でしてるから。いやいやいや、そう、今日は一緒に配信、うん、初めて初めて。え、私さ、うん、後輩のメンバーと配信するの初めてかもしれん。え、ね、私もです。先輩と配信するの初めて。どういうあれ？ん？なんか言ってますよ。あ、ひーちゃん。あれ？2.5 期は初めて。そう後輩とやってるじゃないですか。私は初めてなのにサイカリンさんは初めてじゃないみたいです。おかしいな。ひどい。そうそう、あの 2.5 期とはね、いつしたんですか、ひーちゃんと。いつしたっけ、なんかホテルの部屋だった、うん、何の時だ。私もしみさらさんとやってました。あれあれおかしいな、あれ二人とも二人とも、すごい、もうなかったことにしよう。これはもうないことにしましょう、お互いね。食べたらさ、うん、楽しいですよね。しばらくさ、かまんといけんけん喋れるよね。うん、硬いから、うん。そうだ、似てるって。え、やっぱ姉妹役してるから。そうよ。お姉ちゃんだもん。そうよ、今お姉ちゃんなんですよ、今日もね。そう、今日もお姉ちゃんだったよね。私ずっとお姉ちゃんって言ってますもん。いろんなお姉ちゃんをね。お姉ちゃんチューニングしてます、私いつも。お姉ちゃん、お姉ちゃん、そう、お姉ちゃん、お姉ちゃん
今日はあれだった、いろんなお姉ちゃん投資でしたね。そう、最終稽古の最後の投資。そう、最終稽古だよ。早いですね。早すぎる、うん、大丈夫かな。でもよかったですよ本当に。どこら辺が良かった。どこら辺が、うん、なんかプーでした。うん、うん、私世界さんじゃなかったです、後半とか。でもたまに、うん、こんな言いながらセリフ喋って違うって、それは違うよ、それはね、それはもう分か、違うから違うから、それは違うから。さゆかりんさんが私にセリフをかけてくれるシーンがあって、うん、パッて見たらこんな目のさゆかりんさんが違う、それは何かの間違いだからちょっと思わず笑ってしまいそうじゃあそんなこと言うんだったら、じゃああの話をしちゃうか。えどれですか。今度私が忘れ去った記憶を言っちゃうのかな。アイドル人生が終わっちゃうから。アイドル人生終わっちゃう。もう忘れてます。あれは記憶から抹消してもらった。抹消もしたからね。ダメですよ。最近はね。どうですか。トークのつなぎが下手くそな人が、最近もうずっと稽古だからね、ちょっと寂しいです。でも終わっちゃうね。もうずっと毎日、うん、毎日みっちり会ってるからすごい、すごい、すごいね、すごいですよすごいですよね、うん、パッションすごいんですよ、現場のパッションが、うん、情熱があるから、ね、本当に体はバキバキ、体バキバキです。毎日エナジーをね、うん、決めて注入して、注入して頑張ってる。もう注入しすぎも良くないねって気づいて、うん、ね、うん、2人ですっごい効きそうな結構高いお高めのエナジーを買って、うん、そうそうそう、飲んだ日が昨日、昨日、うんうん、昨日です。2人でそのエナジーを決めたら、うん、なんか効きすぎちゃって、うん、2人ともねおかしかったよね。おかしかった、無謀踊ってた。なんか稽古まで朝早かったんですけどもうありえないぐらい2人とも元気になっちゃって、うん、あの無謀な夢を忘れることがないっていうの曲を踊ってて、あれは今考えたらおかしかったよね。おかしかったってそれまで、うん、うん、行きしの電車の中で2人ともあくびしながら無言だったんですよ。そう、もう目も開いてなくて、2人でこんなんなりながら、今日はもうやばいねって言って、重いとか言って痛いとか言ってたのに、うん、それ飲んだらもう無謀踊りだした稽古場ついて飲んだら無謀踊ってた、うん、気づいたら。だから聞きすぎもね、うん、よくない、よくない、危ない、うん、容量守るの大事ですね。でも本番期間は飲まんと、そうよね、ちょっといけん気がする。だってさ、うん、1回通してもさかなりの熱量というか消耗じゃん。そう、それが2公演だから、うん、やっぱ決めてかんといけんかもしれない、うん、本当にまだ想像つかない、本番終えてる私が、うん、ぜひ楽しみに待っててもらえると嬉しいです。本番ね、結構2人のシーン多いですよ。多いよ、めっちゃ多い。一番さやかりんさんとのシーンが多い、お互いに。イエス、イエス、イエスです。明日温泉行ってくれますか。そう、明日がね、明日が
もう唯一の、うん、休みオフなんですよ。そうなんです、もうここ久しぶりに休みですってで連絡が来ました。本当にそう、マネージャーさんから久しぶりの休みだろうってぐらい、うんうん、嬉しい、ね、いっぱい寝ます。そう、睡眠目覚ましかけずに寝る。そう、もうね睡眠を欲しているかも。うん、結構大事。でも温泉は、うん、もう一人でもう行くと決めてるから。じゃあ私が行くかもしれんし行かんかもしれん。え、そうそうそうです。だからもうさやかりんさんに委ねてます。分かった、明日だから連絡しますね。分かった、これは多分行かないやつですこれ多分結局私一人で行ってるやつです。多分これは温泉連絡してもらって、そう多分、うん、やめとこうかなまあ温泉いいよ温泉いいよやっぱ癒しって大事。うん、うん、まあね、そういろんな効能ありそうですよ。そうそうそう、でも疲れ取れるみたいなとか、いいと思う、うん、ですね、うん、疲れ取りに大事だってね。疲れてるよね体。そう、体疲れてる。ここで疲れを温泉取っとかないとやっぱ頑張れないですよ。劇場入って。そうだよ、劇場入るからね、もう、うん、皆さん見に来てください急に多分私からうん聞いたことない声を聞きます確かにさやかりんさん、私も更新してますもん、うん、今までに見たことないさやかりんさんを、うん、そういうこと？え？あ、自分自身、うん、あ、自分自身も更新してるけど、さやかりんさんを見てて、さやかりんさんが更新してます。さやかりんさんじゃない、オクターブは上がりませんえ、上がってる？うん、下がっ、いや、あ、下がってるかも。あ、下がってる、上がってるかも、上がってる、うん、上がってるかも。頑張りましょうね。でも本当すごいの、あれもすごい、映像とかもすごい。すごい。うん、もうすごいよね。うん、詳しくはちょっと。本当にすごい。うん、言えないんですけど、すごいことはちょっと伝えたい。うん、結構すごいから。でも初めてなんかセットとか映像を聞いたときは。ちょっとビビりました、うん、大丈夫かな私ってなって、ね、うん、劇場入ってからもビビりそう。え、ビビりそう、それはそう、ビビりそう。絶対会場大きいもんね、うん、ビビっちゃいそうだ、ビビり上げちゃいそう。変身シーンね、変身シーン、にやりそう、舞台映像使われるの。舞台、そうですね、うん、演出すごい。あんまり内容はまだ言えないけど、内容がないよ、内容がない。黙ろうかな一発芸今日してたよね。え、そうですよ、急に無茶振りされて、うん、さやかりんさんに一発芸求めた。私がしたら、うん、なんて言ってたっけってされました。そう、
つボケでした。何質問したっけ。ねえ覚えてないの。ねえ覚えてないの。私があんなに頑張って、あんなに頑張って、本当に待って、あんなに頑張って私ボケだもん。え何頑張って、私ボケだもん。ボケ刀使ってやったやつですか。サイカリクさんボケ刀使って何したか来てボケたのえ鼻が伸びたそれなピノキオか。そう鼻が伸びちゃったちょっとちょっと僕木刀を使ってる。そうだそうだそうよ。ここにどっちもボケ、どっちもボケ、ボケではないですよ。私たちツッコミでもないかもしれない、うんうん、なんか緩やかに流れてます時が。2人で緩やかなる、緩やかに時、うん、緩やかです流れ。そう緩やかに流れてる私たち。いっぱい大声出してるから、うん、喉がね。え、そう喉やばいですね。やばいね途中やば、うん、でも今大丈夫やっぱ感情入った時の声だったら大声出してもやらないって、うん、咲子さん今日言ってたけど本当かな。うん、ああそういうことですか。感情が乗ってたら、うん、大声出しても喉やらない。そうなんだ、うん、腹から出るのかな声が。え、じゃないやけん確認とかの時の大声は、うん、あー逆に、うん、逆にやっちゃう、逆にやっちゃうと。確かでも腹から出てましたで腹から出てる声でしたよ。うん、うん、すごかったです。え、ここでさ叫んこの部屋本当に棒…え？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 私の部屋と違う。何がですか？え？え？今気づいたけど。え？私の部屋だってコンクリートなの。え？壁がですか？え？そういえばなんか何かがずっと違うなって思ってたんだけど。そう、私今こう私の部屋で配信して、うん、入ってきた時から、うん、違うってずっと言ってた。え、何かがそう、なんか部屋の構造も違うし、うん、私の部屋のコンクリートでめっちゃもうね、え、コンクリートって感じで、なんか部屋じゃない。落ち着きますか。落ち着いてない。落ち着かないですよね。え、絶対落ち着かない。それ落ち着いてない。落ち着いてない。なんか、うん、で私の配信たこの前した時みたいな、あの壁、この前の配信見てくださった方わかると思うんですけど、え、あの廊下の壁ですか。あ、そうそうそう。え、マジ？うん、全部あれ。マジですか。え、でも逆にだから叫んでるけど、あ、でも聞かない、聞こえないのかもしれないですね。なんか吸収しそうだなって思って めちゃめちゃにもう確かに叫び回ってる部屋で。確かに防音あるけど。でも、うん、本当に聞こえたことないですよ、ここの部屋って。そう、本当に、え、今日の毛通しぐらい全然叫んでる。あ、じゃあ全然聞こえないです。1ミリも聞こえ、逆に外の人の声がめっちゃ聞こえる。すごい。わはははみたいな。え、おかしいな。え、いいじゃん。え、こっちがいいな。え、でもよくわかんない、いっぱい叫ぶ役だから、あえてあの部屋だったコンクリート、うん、あえて。もしかしてこっちだったらめっちゃ聞こえてたかもしれない。確かにね、わかんないけど。知らなかったです。落ち着かないですね。でもそれってクレーボーとかの場所も違うね。クレーボー、ん、あ、冷房、うん、どこにありますか。え、それもさ、それクローゼット。はい、クローゼットないよ。ええ、だってそのさ、棚とかもないしさ、私のとこ。扇風機じゃないわ、掃除機ありますか。掃除機はある。あ、出てるってことですか、外に。出てる出てる。
じゃ全然違うわ作りが。おかしい。おかしい。あれ、あずみさんなんか。私の方が。ちょっと特別。特別だ。特別だ。特別だ。選んだでしょ部屋。私こっち。あれ。事前に。事前に。事前ちょっといい部屋にしといてください。かりんさんこのコンクリート部屋で。私はこっち。白い壁の方で。かりんさんこのコンクリートに閉じ込めましょうって言って。声僕叫ぶかもしれないから。そう。そんなことしませんよ。そっか。そんなことしません。まあいいや。なんだかんだもうあと1週間。確かに早いですね。早いな。早いよ。寂しいですちょっと。でも、うん、前回の舞台よりも、うん、あのホームシックになってないです私。私がいるからかな。違うかもしれない。嘘です。サカリサがいるからもういいよ。もういいです。前回ホームシックなってたの？うん、なんか、うん、ホテル、ま、今も一人だけどお部屋、うん、なんかあの時はすごい寂しくなりました。一人で、うん、ホテルと泊まって一人で帰って行って帰っての往復がすごい寂しくなった。え、でもなんかあれよね、うん、すごいなんだろう、もう いっぱいいっぱいなのもある気がする。あ、まあ、確かに、はい、そんな寂しくなるような暇もないぐらい、うん、寂しくなる暇がない。確かにそれはありますね。確かに。うまい。やっぱりマヒナさんちコンクリート。そっか、うん、そう人が少ないと寂しくなっちゃうんです。相棒って誰ですか？あれかも、前回の舞台がゆらちゃんとだった。ああ、そういうことだ。相棒だ。でも一人だったら、うん、絶対迷ってた。うん、そんな感じがします。そんな感じがします。絶対稽古場たどり着いてないし、うん、あの部屋に普通にホテルに戻るのも迷うし、うん、ってなってた。だってたまにホームがいろいろある出口が、うん、東京駅、うん、大きいから東京って、もうずっと稽古場出所だから、うん、大体もうそろそろここだよねってもう分かる。私も何も見ずにスタスタ歩いていけるけど、さやかりんさんは別の出口の方出ていこう。そしてあ、こっちです。こっちです。だからこっちですって。で何もなかったかのように繋がってもらってくる。たまにさ、行きかけてさ、あっってなって、あっ、うん、みたいな。わかる。何事もなかったです、うん、もうなんかだいぶ分かってきました。さやかりんさん、行きかけてる段階から、うん、あ、もう多分これ、あっちの出口に向かってそうだなと思って、うん、ちょっとこう見たら、うん、だいたい、あっ、何もなかったかのように戻ってきます。うん、ありがとう。二人で頑張ってます。ありがとう。お姉ちゃん、お姉ちゃんのために。お姉ちゃん、お姉ちゃん、お姉ちゃん、お姉ちゃんと二人三脚。うん、私は私なんだろうな。えーい、だ、えーい、こうやってやる。えー、うわー、コンビ技もあるんですよ。コンビ技、今回そうコンビ技があるのでちょっと楽しみにしておいてください。
ビ技。二人でコンビ技決める。うん。でも今日はちょっと。うん。たまにでもまだちょっと未完成のコンビ技。むずくないですかあれ。私あそこの立てっていうかアクションが一番苦手です。あそこ。私は。うん。どこですか。あそこ。カラオケ。カラオケか。私今日も。なんか今日戸惑いの、まあ、さやかりんさんだった、うん、あそこだけもう出さない。あの瞬間はもうさやかりんさんでした。うん。いやだからあそこ歌った方がいいと思うんです私。うん、うん、で歌わないから逆にむずい気がする。アドリブっていうか動きは決まってなくて自由にね動かなきゃいけないんですよね。あそこカラオケのシーンがあって難しい、うん、ちょっと素の自分と違いすぎてないんですよ。キャラクターがレパートリーが動く、うん、もう何で今もう34分です、うん、食べてます。くっついてきたお芋。もう、うん、リオさん、うん、統合役のリオさんがうまい、うん、だからよくあの教えてもらってます。ここのここリオさんならどうやって言いますかって。うん、まあ、そこは確かに持ったらよくないですか。小道具持って、うん、もう持っちゃうと確かに持った方がやりやすそうって思います。研究します。うん、持って振ってるだけでなんか雰囲気出そう。うん、じゃあそろそろ終わりますか。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 にゃー、ぜひゆうゆうの舞台見に来てください。待ちしてます。待ちしてます。本当に結構すごいので、私たちも頑張ります。頑張ります。ゆっくり休むよ。本当にね、死ぬ気持ちを持って頑張ります。今日死ぬ気持ち持って挑んで。やってた。うん。私も死ぬ気持ちでやろう。うん。死ぬ気持ちでやろう。死ぬ気持ちでやります。そんぐらいの気持ち持って戦います。バーテックスと。なのでぜひ見届けてください。見届けてください。姉妹の私たちも見届けてください。そうだよマジで姉妹なので、ね、姉妹なので結構ちょっと、ね、熱い舞台になりそうって。熱い舞台になる。いや結構熱いと思う、うん、胸熱、胸熱って感じ。目頭も熱くなっちゃうかも。かもかもです。ハンカチ、ハンカチ、ハンカチいっぱい持ってきとった方がいいかも。ハンカチ持ってきとって後悔しないかも。では壇上読みます。壇上読みます。壇上読みます。13位もちさん。13位しんたんたんさん。12位みやっちさん。12位くりぼうさん。11位ひりやすみさん。11位いこるさん。10位いもやいもきちさん。10位ひろのりさん。9位たくあんさん。9位ひゅうがひょんさん。8位ならにしさん。8位みーくん。7位かぎ37さん。7位いこうさん。6位りんくん。6位やまいさん。5位やちりーさん。5位かずささん。4位くまねパパさん。今何位だっけ。今4位です。
4位ちくわドーナツ3位こうすけさん、3位翔一さん、2位せいやん、2位ひつよかな天ぷらのたけさん、1位は黒髪ロングハさん、1位はトラさんです。お一緒だ、一緒だ、一緒です。本当だ、ふうとら、ふう、ふうだ、ふう先輩だ、ふうとら、ふう先輩だ、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとう、ありがとう、お邪魔しました、お邪魔しました、ありがとうございました、お邪魔しました、初お二人配信本当、明日はお休み、満喫いっぱい寝よう、いっぱい寝ます、温泉、温泉もね、温泉、うん、温泉行けるかな、温泉サイトリゾート入れるかな、温泉もまあ楽しい感じですバイバイ、おやすみ、ありがとう、バイバイ、バイバイ、バイバイ。